これは…なんてこと。この茨はカラントから生じたもののようです。アリス、俺がカラントを切って子供たちを解放する。わかりました、お願いします。天然地がほとんどゼロに近いわ。すぐに治癒しなくちゃ。ああ、頼む。まさか海王で皇帝がこんなむごいことを。いや、きっと火曜でじゃない。火曜では過去の伝承でも子供の命を脅かすようなことはしていないはずだ。しかしだとすれば誰が、何のために。こんなこと許すわけにはいかない。炎の矢、この矢って…キリト君、あれ…ディソルバート。エルドリエの時と同じですね。一体なぜ。とりあえずリネルとフィゼルのディープフリーズを解きます。ここは…アリス様、あなたたち一体何があったのです。師匠を、師匠を早く助けて。頭巾の男に師匠が。頭巾の男、またそいつが。だが今はともかくディソルバートを助けよう。ええ、そうですね。システムコール。デュソルバート。誰かが我を起こそうとしている。わかっている。あの手はとうの昔に我が失ったものだ。どんなに求め、どんなに思い出そうと願おうと、その願いは叶わない。そうね、あなたは彼女を守れなかった。あなたは最高司祭芸家。あなたが守ろうとしたものはみんなあなたのせいで壊れてしまった。違う、我は大切なものなら、なぜ手放してしまったの？我を手放した。そう、あなたは自ら大切なものを手放したの。そしてそのことについて思い出せもしない。違う、我は師匠、何してるの？早く稽古をつけてくださいです、師匠。フィゼル、リネル、なぜ。
あなたは失ったものの代わりに中途半端な代用品を見つけて庇護欲を満たそうとしたのね。小さな子たちを守れた気になって嬉しかった？楽しかった？違う、彼女らはそんなものではない。それすらもう壊されてしまったわ、あなたのせいでね。リネル、フィゼル、なぜ？最高司祭、アドミニストレーターの言葉が虚偽だというの？ずいぶんとあなたは可愛いわね。とってもかわいそうで可愛い人。でもこれだけははっきりと言えるわ。あなたが守るべきものはもう何もない。そうだ、我は失った。この手にはもう何も残ってはいない。我は何のために戦うのだ。そうね、聖号騎士は何のために戦うと思う？我ら聖号騎士はただ一つの目的のために戦う。人界と最高司祭ゲイカの御身を守るべくこの身を捧げる。ええ、それがあなたの最大にして唯一の存在意義よ、デュサルバート。デュソルバート殿、意識が戻りましたか？はあ、何？我は聖号騎士デュソルバート・シンセシス戦、必ずや任務を遂行してみせる。あれ、パイエティモジュールか？もしやパイエティモジュールに影響が？一体なぜ？最高司祭ゲイカからの直令により、反逆者を我が炎により殲滅する。どうやら戦うしかないようだね。ああ、半端なく手強いだろうが、どうにか正気に戻そう。それじゃあ本気で行くぜ、デソルバート。あなたをもう一度相手取りたくはなかった。だが再びその時が来たならばお相手するまでだ。勝士トガビト殿、再び我が炎の鉄槌を受けるがよい。
我が存在、それは最高司祭ゲイカの命に従うことのみだ。させない。デュスルバーグさん、あなたは確かに強靭な騎士だ。そして自分の信じる者に対して誰よりも真剣だった。今だってそうだ。あなたはリネルとフィゼル必死で助けようとした。それが本当のあなたなんじゃないのか。だからこそ僕はあなたに自分を取り戻してほしい。この世界で何を信じるべきか、何を守るべきかを思い出してくれ。無駄口を叩くな、小僧。そう言われるのは久しぶりだね。だがあの時よりも僕は成長している。はぁ、エフカンスアーマメント、避け、青パラ。うわ、あなたの信念取り戻してくれ、デュソルバートさん。あなた誰かがまた肩をゆすり我を揺り起こそうとしている。だがその手に触れることはできない。我が手を伸ばしたところでそれは遠ざかる。あの温かい手の感触は我の幻想、我の弱さ。失ったものを求めたところでそれは決して、もう二度と戻ってくることはない。守ることなどできはしない。手を伸ばしたところで、師匠、師匠、師匠、起きましたか？もう師匠がこんなところで死んじゃったら私たち聖騎士になれないじゃない。師匠のバカです。すまない。もうなんで師匠が謝るの？お説教されるかと思ったのに。変な師匠ですね。アリス、大丈夫？怪我はしてない？ええ、私は平気です。そう、それならよかった。アリス・ツーベルクの体が心配ですか？約束した通り傷をつける気などありません。違う、今は君が心配だったんだ。なぜ？だって今ここで戦ったのは君だろ。ユージオ、あなたは不思議ですね。え？アリス、ユージオ、何話してるんだよ。いえ、たとえ失ったものがあったとしてもそれはまた形を変えてそばにあるのかもしれないと思ったのです。ん？どういうことだ？さあ、どういう意味でしょうね。なんだよ、教えてくれないのか？ほら、それよりも早くカラントコアを。ああ、そうだ、早く切らないとな。けど、その前に、ないな。キリト君、どうしたの？いや、さっき火曜での墓で見たような種子がないか探したんだ。でも見当たらなかった。そう、不思議ね。カラントコアを切った後、迷惑をかけすまなかった。いえ、ご無事で何よりです。
リネルとフィゼルもリソルバート殿が助けてくれたようですね。久しぶりに戦ったけど、やっぱりデュソルバートさんは強かったです。それはこちらのセリフだ。再び敗北を味わうことになろうとは。だが我はその剣気を受け正気に戻ることができたのかもしれぬ。やはりお前は優れた剣士だ、ユージオ。そう認めざるを得んと実感した。そんな風に言わないでくださいよ。まだまだ僕は未熟ですから。デュソルバート、聞いてもいいか。一体あの地下牢で何があったのか。その前に少し待ってほしい。いいけど。この大バカ者どもが。勝手な行動を取るなと何度注意すればわかる。なんで今さらお説教するの。さっきしなかったじゃない。意味がわかりません。先ほどは意識を取り戻したばかりだった。それゆえ叱ることを忘れていた。ただそれだけだ。そのまま忘れてくれればよかったのに。まあ事の発端は二人が抜け出したことだからかな。どうやってリネルとフィゼルを見つけたんだ。我は皆と別れた後、二人を追って城の裏口から潜入した。皇帝の従者らしき者が巡回していたため見つからぬような道を通ってな。そしてあの地下牢へたどり着いたと。ああ、地下牢へと続く通路。そして地下牢の中には魔獣がはびこり、子供たちがカラントに拘束されていた。我は子供たちを助けようとしたが、カラントを切ることはできぬ。故に魔獣を倒すことしかできなかった。不甲斐ないことだ。仕方ありません。ご自身を責めないでください。それにあの子たちはどうにか救うことができました。かたじけない。感謝する。それでその後にリネルとフィゼルを見つけたんだな。うん。眠るリネルとフィゼル、そして頭巾をかぶった男がカラントコアのある広間にいた。そういえばエルドリエが襲われたのも頭巾をかぶった男だって言ってたよな。頭巾の男について詳しく聞かせてくれ。奴は眠るリネルとフィゼルに手を伸ばし何かを行おうとしていた。そして炎の矢を放ち二人を守ろうとしたのですね。ああ。だが奴は我の矢を不思議な盾のようなもので回避した。デュソルバートさんの矢を。そして奴は我に接近しディープフリーズの術式をかけた。デュソルバート殿を眠らせ、エルドリエの時と同じようにカラントコアへと縛り付けた。リネルとフィゼルは
先に城の中に入って捕まったんだよな。その時のこと何か覚えてるか？うん、私たち城を目指す途中でその頭巾の男に会ったの。城を目指す途中で？ええ、私たちはおそらく頭巾をかぶった男によって牢獄に連れてこられたのだと思います。道の途中でそいつと会ったの。でも記憶はディープフリーズの術式をかけられたところで止まってるわ。ディープフリーズで眠らされていたので、どうやって連れてこられたかも覚えていません。リネルとフィゼルにもディープフリーズをかけてさらった。一体何のためだ？その事情は今知る由がありません。しかし大きな力が働いていることは事実です。そうだな。さっきカラントを調べたけど、ここには種子がなかった。もしかしたら。なんだ？その頭巾の男が持ち去ったのかもしれないわ。その可能性はあるな。でも一体何のために？しかし不思議だ。何がだい？まず子供たちの天命をあのカラントを介して吸い取るなど禁忌目録違反ではないのか？その頭巾の男の所業だとしたら、一体彼は何者なんだ？そうだな。普通ならこの世界において殺人が起こるはずはない。殺人という概念を相手が持たない、もしくはまた別の理由でしょう。法の抜け穴をかいくぐろうとすることは可能です。魔獣があふれた現在の異常な人海の状況ではなおさら。火曜でをもう一度問い詰めてみよう。何かを知っている可能性がある。この声、火曜で？玉座からだ。あの者、わらわを用済みと言いおった。口押しや天界の使者め。天界の使者？またその名前か。一体何者なんだ？早く子供たちを助けなくては。あの者は子供たちにも手を下したと言って。もう大丈夫だよ。僕たちで助けた。みんな無事だ。そうか、よかった。ならばわらわは安心して行ける。たとえ厳しくしつけ石棺を加えたとしても、わらわはアロードの代わりに求めたすべての子供たちを抱きしめたいと願っていたのだから。
彼女はそれでも子供を愛していたんだな。たとえ歪んだ形であったとしても。うん、そうだね。だからこそその思いの強さで蘇ることができたんだ。とはいえ真相は分からずじまいか。一体誰が子供たちを通うでよ。仕方がないよ。今は子供たちが無事だっただけで良しとするしかない。しかし本件はこの衛兵たちが職務を怠慢したゆえに起こったことだ。やはり今のままでは誰も救うことができない。メディナ、救世主様どうなさいました？いや、何でもない。村に報告へ行きましょう。そして子供たちをそれぞれの家に返してあげなければ。でもあの村以外でさらわれた子供もいるからな。どうやってそれぞれの村に送り届けるか。その手配は我が引き受けよう。じゃあ師匠のお供をしてあげます。そうそう、師匠は子供に怖がられそうだし、年頃が同じぐらいの子が一緒にいた方が安心するでしょ。やや納得しかねる理由での同行だが、別に構わない。重ね重ね言うが、勝手な行動はしません。では我らで受けよう。よろしく頼むぜ、ディソルバード、リネル、フィゼル。了解よ。それじゃ行こうか。あれから俺たちはディソルバートたちと別行動を取り、村に住む子供たちを家に送り届け、失踪事件についての報告をした。子供たちは精神的なショックを受けていたが、親元に戻ることができて安心したようだった。幸いというべきか、子供たちに天命をカラントに吸われ衰弱していた時の記憶はなかった。どうにか犠牲者が出ずに済んでよかったね。アスナが迅速に治癒してくれたからなんとか助かったんだ。ありがとうな。やっぱりバーサクヒーラーは撤回しないといけないって痛感したよ。ようやく分かってくれた。ただアスナの普段の戦いぶりを見る限り、撤回するのは逆に失礼な気もするんだよな。キリト君。いやごめん、やっぱり撤回する。キリト、どうしたアリス。ルーリットの村に魔獣が発生したと報告がありました。お願いです、一緒に来てください。セルカの身にもし何かあれば。カラントコアは切った。なのに一体どうして。養分の供給源が断たれたとしても、全てのカラントが尽きるわけじゃないということか。つまり新勢力をより多く吸い上げたカラントは、たとえカラントコアを切っても残存するということ。そうとしか考えられない。ともかくすぐに向かおう。みんなも一緒に来てくれ。
必ずや民を救う。それがオルティナの助としてすべきことだ。あ、メディナ？メディナは先行し、ルーリットの村を目指したようだ。そして俺たちもみんなを助けるため村へと急いだ。Thank you.
頼む。ええ、行くよ。嘘だろ。危険です。さあ行くよ。you
行こうか。ジェネレートルミナスエレメント、you
そんな我が前に立ちふさがるならば殲滅するのみ。Yeah.
敵。